3月10日湘南台駅で相模鉄道泉野線延伸工事に伴う出発式が行われました。かねてから建設中だった泉中央湘南台間の工事が無事完成し開業の運びとなったこの日、朝10時25分から行われた出発式には運輸大臣ほか神奈川県知事そして藤沢市長らも参加しました。テープカット記念撮影の後、訪れた多くの関係者と見学に来た人たちに見送られながら記念列車が一番ホームを出発。湘南台から横浜まで29分で行くことが可能になりました。式が終わると市長らも横浜へ電車を使って移動。藤沢市と横浜市を結ぶ新しい交通手段が誕生しました。